サマーウォーズって実際何をやっていたの？それって量子コンピューターを使ったどのぐらいの速さで解けたのかです。金次君は天才だったということと、さらに50人の天才というような世界観になっているということですよね。こんにちは、メルカリ R4D の高橋です。このチャンネルはメルカリの研究開発組織である R4D のチャンネルです。皆様に役に立つ未来の技術の話を提供したいと思います。今回はですね、8月でもう夏休みということで、アニメ企画の第2弾です。サマーウォーズって実際何をやっていたの？それって量子コンピューターを使ったどのぐらいの速さで解けたのかです。盛り上がってきました。はい、雑な盛り上がりありがとうございます。はい、というわけで、前回アニメ企画やりましてですね、量子のリサーチャーのメンバーと一緒に話させてもらったんですけれど、なかなか好評だったのでまた第2弾ということで、改めて量子チームの、次元と翔太と、久保さん、通称金次君でいいですかね、金次君の3人に来てもらっています。よろしくお願いします。じゃあまずは翔太さん、簡単に自己紹介お願いします。はい、普段量子インターネットの研究をしています。量子インターネットは何かっていうと、だからつまり、量子コンピューターって量子データを使って計算しようっていう試みですが、それのインターネットみたいな広域通信をしたいということですね。今の社会ってコンピューターとこのインターネットで IT 革命が起きたわけですけど、量子で同じことをしてやろうと、そういうことです。じゃあ、ケンジ君、自己紹介お願いします。はい、ケンジです。研究は量子アルゴリズムについて研究しています。特に最適化問題であったりとか、機械学習や金融工学への応用といったようなところをやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回初登場の次元さん、簡単に自己紹介お願いします。はい、どうも次元です。翔太と一緒に量子インターネットの研究開発をやっています。最近は主に量子インターネットシミュレーターを作って、実際にどういうプロトコルにするべきかとか、そういう話を研究開発しています。よろしくお願いします。みんながやってる研究内容も興味深いんですが、じゃあ本題に行きましょうか。というわけで皆さん、サマーウォーズご覧になられましたか？3回か4回ぐらい見ましたかね。ケンジ君も見ましたか？僕も見ました。特に最近見ましたね。次元さんはどうですか？いや、見たと思ってたんですけど、実は見てたのは電脳コイルだったということに気づき、必死に急いで見ました。全然違うアニメです。これ主人公、そういえばケンジ君ですね。というわけで、R4D チームのケンジ君ではなくて、主人公が解いてた暗号問題っていうのがちょっと話題にまた最近なってたと思うんですけれども、これって何なのか皆さん分かりますか？これはなんかおそらく RSA 暗号だろうと言われています。明確な描写は映画内にはないんですけど、おそらく RSA 暗号だと言われています。ちなみにそれどっから分かったんですか？最初冒頭電車の中で昭和の因数分解アルゴリズムっていうものが、ケンジが読んでるんですけど、あれって実はRSA 暗号を解くとかいうようなものに使える量子アルゴリズムになっていて、それが一応伏線としてあるので、量子コンピューターRSA 暗号が使われているというのは、そういうところから、類推されるっていう部分がありますね。そこに伏線があったんですね。そうですね。これみんな気づいてましたか、この伏線。いや、もちろん昭和ってね、画面に出てきた瞬間に気づきますよ。ちょっとすみません、僕は見逃していました。はい、というわけでこの RSA 暗号なんですけど、RSA 暗号といえばもうインターネットのセキュリティを語る上ではもう絶対に外せないものだかなと思うんですけれども、これ詳しく説明してもらえる方っていますか？RSA 暗号が何かっていうとですね、公開鍵暗号と呼ばれるこの暗号システムのアルゴリズムです。この公開鍵暗号は何をしているかっていうと、認証という仕組み、これインターネットの上で通信すると、誰と通信しているかはっきりしないという問題があるんですけども、本当に通信したい相手、例えばこれケンジ君と通信したいとか、次元と通信したいとか、本当に相手がケンジ君とか次元なのか、それを確かめるためのこのアルゴリズムがというのがこの RSA 暗号です。で、さらに言うとですね、それ確かめるためだけじゃなくて、この中でですね、暗号通信のための秘密鍵、秘匿通信のための秘密鍵を作ると、いうこともできまして、認証とこの暗号化と、両方行えるということで、今のインターネットでは広く使われています。RSA 暗号によってこの秘密を守ることもでき、まさに正しい相手と通信していることも確認できるわけですから、それによってですね、これだけインターネット社会が発展してきたと、そういう本当に大切なアルゴリズムになっています。どういう暗号かっていうと、実はですね、このインターネットのこの自分と相手といた時にですね、本当はこの暗号解読に必要な情報で全部インターネットに流れちゃってるんですね。なんですけど、このインターネットに情報流れてるんだけども、その情報を使って本当に解読の計算してやろうというのがすごく難しい。それが100万年とか例えばかかったりする。なので実際的に安全だという仕組みです。そこに実は因数分解が登場していて、突然さ、100桁の数字とか与えられて、じゃあ因数分解しろって言われたら困るじゃないですか。計算できないですよね。実は今のコンピューターでも因数分解っていうのはすごく苦手で、なんですけど、というわけで暗号解読するためにはこの因数分解を解くということが必要になります。因数分解が暗号解読に直接的につながっちゃうわけですね。既存のコンピューターでは、この長い桁の因数分解を解くことっていうのがすごく苦手であると。その通りです。でも量子コンピューターは因数分解を解くことが実は得意なんですね、実は。ちなみにサマーウォーズで解いてる RSA 暗号ってどのぐらいの暗号なんですか？あれは2058桁の10進数が書かれてるっていうような暗号になっていて、でそれの半分が大体1000桁の10進の鍵になっているので、それの3倍ぐらい3000ビットぐらいの、RSA 暗号になってるっていう風な形になってます。3000ビットぐらいの暗号を解いていると考えてみたら、だってインターネットで使われているのが2048ビットとかを長くて4096ビットとかなので、そう考えるとこの作中に出てくる主人公のケンジ君はなんかとんでもないことをしているような気がするんですけど、どうなんですかね。とんでもないことをしています。とんでもないことをしています。で実はあれ主人公のケンジ以外の確か50人ぐらい同じ暗号を解いてるんですよね。ガバガバやこれもしこの現実世界で50人も RSA 暗号で、3000ビットぐらい解けてたら結構やばいことになったんですよね。50人が解けてるってことはもうそれプログラムに落とせるでしょう、さすがに。このアニメの世界観では RSA 暗号を解くアルゴリズムが存在しているような感じがしますね。でも逆に考えるとさ、これ RSA じゃなかったのかもしれない。もしくはサマーウォーズの世界では RSA 暗号を解くアルゴリズムは実は知られていて、インターネットの通信は別の暗号が使われているという世界かもしれない。なるほど。でもこれ RSA 暗号を本当に解いてたらとんでもないケンジ君は天才だったということと、さらに50人の天才というような世界観になってるってことですよね。天才がそんだけいたらもう人類の未来安泰ですね。もう僕は幸せになりました。ちょっとそこを問い詰めてもしょうがないので、一旦 RSA 暗号だと仮定してですね、この作中ではケンジ君を時間制限付きで解いてみせたと。であとこの映画で話題になったのが当時のスパコンの、NEC の SX9 というのが出てきてですね、これを和室の中に置いてで氷で冷やしながら動いてたっていうのが、あれが結構話題になったかなと思ったんですけれども、ぶっちゃけ程度のコンピューターじゃ RSA 暗号解けないですよねと思っていてこれ本当に解くとしたらどのぐらい必要なんでしょうね。でこの SX9 をちょっと調べると、これ作中の中でもこれ200テラフロップス程度の計算能力のあるマシンです。これ普通今 RSA 暗号ってどのぐらい解けるって言われてたんでしたっけ？いや正直分かんないですよ。分かんないっていうのはなんかその1万年以上とか100万年とかなんかそういうざっくりとしたことしかない、なくはないけど、今のコンピューターでは到底解けようもない計算問題ですよね。そういうことです。基本こういうアルゴリズムというのは既存のコンピューターを使ってもまず解けないので、暗号化された通信は安全だと言えるわけだと思うんですけれども、それが頑張って解いちゃうぐらいケンジ君はすごかったという話ですね。というわけで、通常の古典コンピューターと呼ばれる、今の身の回りにあるコンピューターではまず解けないような問題を解こうとしていたってことが、まずは分かったかなというところなんですけど、これが量子コンピューターってことでいいんですかね。あれの先っぽについてるのが量子チップですね。なんでこんな形してるんですか？あれは希釈冷凍機って言って、マイナス273度くらいになってます。